どうもリスメイさん、こんにちは、こんばんは。今回はモンスターハンターワールドおすすめスラッシュアックス装備の紹介です。今回紹介する装備は2種類あります。で、1つは装飾品をつけない装備と、もう1つは装飾品をつけることを前提とした装備の2種類です。スキルとしては匠スキルと攻撃スキルや弱点特攻などのスキルがついています。装備としてはオーグシリーズやカイザーシリーズなどの古流系の装備を使用します。それではまず一つ目は装飾品を必要としない装備での紹介です。まず頭がオーグヘルムアルファ、スキルは渾身レベル2と攻撃レベル1がついています。胴はレウスメイルベータ、スキルは弱点特攻レベル2がついています。腕はカイザーアームベータ、スキルは弱点特攻レベル1、腰はオーグコイルベータ、スキルは攻撃レベル2がついています。足はデスギアフォルゼベータ、スキルは匠のレベル2がついています。今回匠スキルを最大にするために5石のところでは匠の5石の最大をつけています。また今回武器はディアブロスの最終強化の武器デモンを装備しています。スロットはこのような感じです。頭にレベル1スロット1つ、胴にレベル1スロット1つ、腕にレベル3スロット1つ、腰にレベル2スロット1つ、足にレベル1スロットが2つです。装飾品をつけていない状態での全身スキルはこのような感じです。匠スキルがレベル5、攻撃スキルレベル3、弱点特攻レベル3、そして渾身スキルのレベル2がついています。こちらの渾身はスタミナゲージが満タンの時回心率が上がるスキルです。スラッシュアックスの攻撃はほとんどの攻撃がスタミナゲージを消費しないので、こちらのスキルと非常に相性がいいです。先ほど全身スキルを紹介したんですが、今回の装備では攻撃スキルがレベル3までしか発動していません。そのためレベル1のスロットに1つだけ攻撃銃をつけていただくと攻撃のレベルが4に上がるので、これで回心率プラス5がつきますので、攻撃銃もしスロットに余りがある場合は攻撃銃を1つつけていただくのをおすすめです。また今武器にはデモンを装備しているので、無属性武器を使用されるのであれば腰のところや腕のところにレベル2以上のスロットが1個あるので、ここに無撃銃をつけていただいて攻撃無属性武器の攻撃力を高めるといった使い方もできますので、参考にしてみてください。続いては2つ目の装備の紹介です。こちらの装備は弱点特攻のレベルを上げる装飾品通撃銃を2つ持っている方におすすめの装備となります。それでは各部位の防具の紹介からです。まず頭はオーグヘルムのアルファ、スキルは渾身レベル2と攻撃レベル1がついています。胴がクシャナディールベータ、スキルは匠のレベル2です。腕はカイザーアームベータ、スキルは弱点特攻レベル1、腰はオーグコイルベータ、スキルは攻撃レベル2です。足はオーググリーブベータ、スキルは渾身のレベル1がついています。5石のところは先ほどの装備と同じで匠の5石最大強化のをつけています。武器も先ほどと同じデモンの装備しています。続いては装飾品の紹介です。こちらの装備は装飾品をつけるのを前提としているので、先にもつけた状態で紹介させてもらいます。頭のところにレベル1スロットが1つあるので、攻撃銃を1つつけています。こちらは先ほどの装備と同じで、外した状態ですと攻撃がレベル3までしかないので、攻撃銃を1つつけて回心率が上がるレベル4まで上げています。そして今回通撃銃を2つつけるのですが、今回は胴と腰にレベル2スロットが1つずつあるので、こちらに通撃銃を2つつけて弱点特攻がレベル3になっています。また今回武器ではデモンの無属性武器を装備しているので、足のところに無撃銃をつけて無属性強化のスキルを発動しています。アギスロットとしては腕にレベル3のスロットが1つと、武器にデモンを使用する場合はレベル1スロットが1つ空いているといった状態です。全身スキルはこのような感じです。こちらの装備は頭と腰と足にオーグシリーズを装備しているので、オーグシリーズのシリーズスキルが発動しています。加速再生、こちらはハンマーの装備の時にも紹介させてもらったスキルです。継続してモンスターに攻撃を当てると体力が回復する。武器の種類によってその回復量は変動します。そして通常のスキルでは匠のスキルレベル5がついています。攻撃スキルは装飾品をつけているので攻撃スキルレベル4が発動しています。弱点特攻もレベル3が発動しています。
こちらの装備では渾身スキルがレベル3となっています。先ほどの装備ではレベル2でした。こちらはそして、無属性強化の装飾品をつけているので無属性強化のレベル1が発動しています。以上で今回の紹介は終わりです。弱点特攻の通撃銃を2つ持っている方は2個目に紹介した装備を使用してもらうと渾身スキルがレベル3に上がりますのでおすすめです。また今回は匠スキルのレベル最大をつけた状態の装備だったので、また匠スキルを使用しない装備の作成予定なのでよければそちらの方もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。